商品レビュー専門カー用品オンラインショップの提供です。最近物騒な時代ですよね。家を離れるとき、自宅を監視したい。なんか誰か入ってきてるな。怪しい人が入った形跡がある。この時に警備保証会社のカメラを頼むと非常に高いんですよね。工事費も高い、月額も高い。あ、だったらネットワークカメラとか安いもの売ってる。確かに売ってるの知ってますけど、設定がめんどくさいって聞くんですよね。買ってみたけどなかなか接続できない。自宅の中では見れるけど外に出たらなんか繋がらない。ポート開放がとかなんかよくわからないこと言われる。まあ確かにその通りですね。あの一番いいの、スマホにアプリを入れるような感覚でサクッと動く、そういうものがいいんですよね。で今回のオリジンのこのカメラ、こちら見た感じなんかセキュリティカメラですよね。まあ本当にセキュリティカメラです。これだったら手軽ですね。これを自宅の LAN に接続しとけば出先でスマホで見ることができる。暗くなっても赤外線照明がついてますので見ることができる。24時間見ることができますね。通販で物は買えるけど設定難しい、できないよ。ということで実際スマホとこれだけでやってみました。本当にこれだけでできてしまいましたね。まず iSmartViewPro というアプリ、 iPhone でも Android でもありますのでストアからダウンロードしてください。無料です。そしてこのカメラとルーターを LAN ケーブルで接続、付属の AC アダプターをここに接続。そうするとこのカメラと自宅の LAN が接続されます。次にやること、 iSmartViewPro を立ち上げて QR コードを読み込ませる機能がありますのでそれでスキャンするだけ。自宅にインターネットが引かれててスマホを持ってればできますね。それ以外のものいらないですね。あ、でも無線 LAN あるだろう。これ LAN で接続してその後設定してください。これも全部スマホからできます。これとスマホと自宅の LAN だけですね。これだけでできてしまうんですよね。だから手軽です。これ防水ですのでどこにでも設置できますね。無線 LAN の設定しちゃえば電源のある場所だったらどこでも接続できますね。まあただ安定という意味ではケーブル引ければ有線 LAN で運用するのがいいですね。私は有線 LAN で運用することをお勧めしますね。高いところ置いといて LAN ケーブル引っ張って接続しとく。どうせ電源引っ張るんだからついでに LAN ケーブルも引っ張ればいいですね。という感じでいいのかなと思いますね。まああとこれがついてるからなんか威嚇にもなる。あ、ここセキュリティカメラついてるから入るのやめとこう。悪いことする方々がそう言うかもしれないですね。あとは子供たちでもカメラがついてるとまあちょっと近づくの嫌かな、そういう威嚇効果もありますからね。まああと監視用と以外に自分のペットたちを見たい、犬を見たい、猫を見たい、爬虫類見たい、蛇見たいとか、そういう場合にもいいですね。自分の車をずっと見たい、これをガレージに置いとけばスマホでいつでも見られますよ。壁紙としての写真より今の車の写真を見られるの、そっちの方が自慢度が高いかもしれないですからね。本当にスマホだけで設定できます。あとは細かな設定として RTSP に対応してますね。まあなんじゃこりゃっていう人はこの話飛ばしてください。ライブ配信ソフトとかストリーミングソフトとかでこのカメラと接続するとこのカメラで写したもの送信できますね。だから何かイベントやるときにこのカメラを設置しといてライブ配信ソフトで切り替えて送信する、そういうこともできます。この部分詳しくは説明書き読んでください。まあいろいろ難しいこともできますけど、一番押したいところ、これとネット接続環境とスマホさえあれば外から監視できる、カメラの映像を見ることができる。監視カメラ難しいなと思ってた人、業者に頼まないとちょっと厳しいなと思ってた人、ぜひオリジンのカメラ試してみてください。カー用品オンラインショップの提供でした。